キチャンネル。じゃん。こんにちは。さあ今日はですね、はい、ヤクルトですね。もう優勝です。はい。多分。多分まだ結果出てないけど。いやこっから逆転されてたら逆だよ。まあそうですね。もうマジックついてますからね。うん。うん、まあまさかこっからね、はい、逆転されることはないと思いますけども、うん、優勝ですよ、はい、優勝と当たってるからイエーイ、はい、え優勝予想しました？ヤクルトね、そうです、買いだから開幕前に。でも俺お正月 DeNA って言ってて、はい、何気に DeNA もチャンスあったやろ。来ましたね。俺なんかいい目あんのよ、うん、本当。もう序盤は絶対 DeNA もうね下の方勝つと思っちゃってましたけど、はい。でまあここでね、だからまあ19年、はい、ドラフトは19年、奥川、吉田、杉山、大西、うん、長岡、竹岡です。この年いいんじゃないですかね。まあ奥川今年ね怪我もあって、こんなはずじゃなかったけどね、はい、奥川のせいでよ、10元チャレンジ負けるじゃんこれ私佐々木朗希投手なんで確実に、はい、そんないなくなると思わんやん。最低でも高橋ね、うん、はい、とか中日の奥川がそれぐらい投げちゃうかと思ってたら、はい、いな。でも奥川投手いなくて今年こんだけ強いってすごいですよ。先発下手したら10勝いないからね。あ、そうかも。高橋奎二もまた発症してんのにコロナになってるし。そうですね、何回なるんやっていうねで、はい、高津監督、はい、満点以上のすごくいいドラフト、うん、即戦力の投手を中心に高校生野手とバランスよく指名できた、うん、奥川君は完成度の高い投手エースとして支えてほしい、うん、即戦力はいなかったけどね。奥川投手2年目で10勝ってことか、うん、だから吉田選手、杉山選手、大西選手のことを多分即戦力って言ってるんだと思うけども、うん、まあ、即戦力はいなかったね、うん、でも、はい、ね、今現状で言った大西がね、うん、あの一軍でちょっとコロナとかでね、うん、途中抜けちゃったけども、うん、かなりいい感じで支えてますね。そうそう、39試合登板 3.33、はい、ね、で年度別で言っても昨年も33試合だからね、うん、といい形でね、はい、優勝にも貢献して、うん、ドラフト用意ね、はい、いいね。吉田、2位の吉田投手も先発してましたよね、うん、そう、いいピッチングしても勝てないみたいなねな感じでしたっけ、うん、で今年は、2試合登板、はい、先発、うん、0勝1敗、うん、2軍では4勝2敗、うん、でシーズンでいうと1年目14試合登板で2勝7敗、はい、で2年目が16試合登板で1勝1敗、うん、だから、まあ、まだまだちょっと残念な形だね。その即戦力で期待してるっていうあの期待通りの活躍はしてないね、はい、で、杉山投手、はい、杉山浩輝投手、はい、20年は登板なし、はい、で昨年4試合登板、うん、で今年は1試合登板1軍で、はい、まあ、即戦力ではないね、うん、そうですね。で大西選手が頑張ってね、はい、で長岡、うん、もう長岡選手レギュラーよショートの、うん、でこのね長岡竹岡の同級生、うん、はい、内野手、うん、でこれね長岡が、はい、コロナになった時に、うん、竹岡がねアピールしてましたね。アピールしてね、うん、あの競争は良かったね、うん、でも長岡はもうねショートの西浦とか、はい、ね、いっぱいいた中での激戦ショート、はい、レギュラー争いね終止符を打ったね、うん、今長岡が2割4ブロクリンホームラン8本、はい、だからまあ2割5分には乗せてね、うん、終わりたいね、はい、で長岡もでもね途中からちょっと出ただけで竹岡4割2分9厘だからね、はい、うん、これもね、切磋琢磨して頑張ってもらいたいね、はい、いい感じですね、回がね、はい、だからあの想定通りじゃないね、うん、まあ、そうか、即戦力のピッチャー投手っていう投手を、だからヤクルトは打つけどピッチャーって言われてたから、はい、その投手を補強しようと思ったら、うん、投手がなかなか特に先発難しくて、はい、まあ、回が頑張ったっていう感じだね、うん、はい、で、20年、はい、20年ヤクルト、高津監督自己採点は100点ですと、うん、大学生の投手2人とない外野、高校生の投手捕手とすごくバランスの取れたいいドラフトになったんじゃないのかっていうね、自己採点を100点と言いながらも、はい、早川鈴木を抽選で外して、はい、2回、うん、木澤なのに100点なのっていう、またい もしかしたらその、ね、最初に取れてた120点だったのかもしれないいや、もうそんなこと言ってたらじゃあ100点は何点なのっていうまだ満足してるってことなんですよ、ね、でまあね、はい、木澤投手、うん、ちょっと入ってきた時はね、ちょっとなんかコントロールに難ありみたいな、うん、ちょっとイメージだったんだけども、はい、今年はね防御率 3.23、うん、はい、ね、50試合登板、うん、ね、8勝3敗といい形よね、今年に出てきたなっていう感じが出てきて、ね、はい、昨年一軍登板なしだからね、そう考えたらねいいね、はい、うん、で山野太一投手、はい、
今年1軍登板なし、うん、2軍で防御率 7.11、はい、試合6試合登板、うん、怪我かで内山いいじゃん18歳からキャッチャーでね、うん、中村がいなくなった時も、うん、ねまあ内山ね、うん、頑張って打つしね、はい、だから俺は本当にあの松川より今だったよ、うん、はい俺は内山の方がいいと思うよ。あ、そうですか。今だとね、うんまあ、それぐらいいい形をね、はい、活躍してるしね、うん、で元山、はいねうん、これもあれだね長岡との戦いにちょっと敗れちゃったね、うん、感じ的には1軍では 1割4分8厘、うん、2軍でも1割9分9厘、うん、これ竹岡にも負けちゃうね、はい、大卒なのにね、うん、ピンチだねこれピンチそうですね野球人生のピンチだね、うん、並木、はい、足で、うん、足早いでも山崎幸太郎いるからねそうなんですよね山崎選手いいとこで打つからなそうそうそうパンチ力も何気にあったりね、うん、するし守備もいいし足もいいっていうところでね、うん、この並木が入っていける隙間がねないのよそうですね今年10試合、うん、1割8分で2軍では2割6分8厘、うん、まあまあかなまあなかなかちょっとでも外野もね、うん、青木もずっといけるわけじゃないしね、はいまあ、そこら辺どこまで食い込んでいけるか勝負だね、はい、あとカテカル投手、はい、11試合登板1勝 6.16 防御率2軍 で、はいうん、まあ高卒だしね、はい、こっからだねまあって感じだね、うんまあ、でも出てきてる選手はいますからねまあまあそうだ ね、これ誰も出てきてなかったらやばいからねいやまあそうですね確かに確かにで昨年、はい、ドラフト高津監督山下君はすごくまっすぐに力があり、うん、右打者を打ち取る球種もある中心選手として大きく成長してほしい、はい、すごいまっすぐに力があるまだ俺見てないそのまっすぐですか、うん、すごいまっすぐまだ見てないどのぐらい投げました山下投手いや1軍で1試合も投げてないよあそうなんだ2軍で6試合、うん、1.5 球3勝怪我か最近多分1軍登録されたんですよそうなの怪我かな怪我だったかな、うん、出だし2番骨折したんですよ、ねうん、ちょうど昨日一軍に初合流ってニュース出てますあそうなの、はい、じゃあ見れるかもわかんないね、はいうん、楽しみだね、うんうん、で2位丸山、はい、足も速いしねちょっと出たねでも外野も激戦区だなからね今、うん、2割3分2厘16試合出場で2軍では2割9分9厘まあまあまあでもいい感じだね、はい、で柴田大地、はい、投手日本通ちょっと投げ1試合1試合だ 9.002軍でも 5.06、はい、26試合、うんまあ、修行が必要だね、はい、でちょっとピッチャー先見よう竹山、日向、はい、2軍で3試合、まあ、育成だね、うん、で野手、小森幸太郎、はいまあ、これも高校生だもんね、はい、宇部工業2軍では2割1分7人15試合出場、はいまあ、ここからだね、はい、こんな感じか、はい、じゃあそう考えると山下の怪我痛かったねうん、疲労骨折ね、はいうん、そうだねヤクルトの評価は、はい、B です。おー、 B、まあ、19年がね、はい、やっぱり長岡大西と、うん、しっかりね結果を今現状出してるっていうところと、はい、だこれ評価でかいね奥川投手も2年目にはね活躍してますしでも怪我してるから、まあ、現在ね、うん、だからダメだからマイナスの出てるからあそうですかそうだってここからどうなるかまだ分かんないじゃんそうですね戻ってこられるかというねでまあこれね昨年の木澤ね、はい、で内山っていうところはねいい感じで出てるっていうところで、はい、まあ19年がね、はい、しっかりこの2人がチームのね中心的選手に育ってるっていうところはね、うんうん、今一軍でねなくてはならない存在だからね、はい、非常にいいかなというところでね、はい、で木澤も2年目で、ねうん、50試合登板して、はい、18歳キャッチャーもね、うん、だからまあだから1年目の選手たちがパッと全然しないけどね、はいまあ、それはまあ1年目だからって考えてね B です B はい、はい、分かりました、はい